はさんこんこにちは気になる男164話ですね。164話。今回はですね、まあ、変人というお話を受けて、今回はね、今回はですね、感情を動かしましょうみたいな話を前回していただいた,いた,だいたんで、まあ、その話をしていこうかなと思います。えー、今回はお祭りのね、お祭りの動画を見ながら、ちょっとね、えー、感情、やっぱ日本の祭りって感情を動くかなと思ってて、やっぱこう、わっしょいわっしょいっていうね、やっぱあの掛け声が結構、 来るるもんがあるんじゃなないかなと思って、まあ、人を変える、そういうお話してくれましたよね。その感情を、人をね、やっぱ変えていかなきゃいけないんだと。ビジネスはね、人を変える。人を変える力っていうのが問われるんだよと。逆にね、人を変えれなければ商品も売れないし、何もできないよと。だから変わっていく、自分が変わっていく。当然、それは自分も変わっていくことも大事でしょうけど、そうじゃないんだと。うん、人を変える力が必要なんだっていうことをね、えー、話していただいたかなと思って。このエモーションですね。エモーション、感情感情を扱いましょうと。 ね、英語でも映画でもねドラマでもアニメでもね全部ね、えー、感情表現あるじゃないですかと喜怒哀楽そこがねそうやって喜怒哀楽をこう揺り動かすことによって物語にねこう引き込まれることそしてね自分の感情が動いてあこの映画は良かったなこのドラマは良かったなってもう最後に見終わった後に最後にね思うんじゃないかと見終わった後ですよね見,見てる間はもうそこに完全に引き込まれてもうそこにねもう全ての感情が委ねられるみたいなねそういうところになっていくのかなと逆にその感情表現が 感情を、ね、うまく動かすことができなければ悪い、悪いというかね、相手に非常に、ね、印象が悪いというかね、えーまあ怒る怒、怒ってしまわれたりね、何言ってんだと、お前何言ってんだみたいなね、そういうことに、ねえー、なったりするんで本当にこの感情を動かすというところっていうのは、えーや、うまくやっていかなきゃいけないし、やれやなければいけないところですね、本当にここっていうのは。でかつね商品を売って、えー、人に お客様にね、満足していただけるのはね、満足していただくためには、本当にその結果ね、本当にこの商品手に取ってもってよかったなと、本当によかった、これはすごいもんだと、そういうところまでしっかりとお伝えることができて、そして伝えなければならないと、その価値っていうのはね、どんなもんなのか、こういう、これを手に取ったことによって、どういうふうに変わっていくのか、えー、本当にね、例えば YouTube であればね、ああ、これもまつり、つい、まつい倒れちゃいます、これ <laughs>。倒れ、倒れちゃいます、これ <laughs>。 <laughs> まあそれもねこうやっていろんな失敗とかね経験とかいろいろそこをねやっていく中でこういろいろねこれすごい <laughs> 祭り倒れちゃいましたねこの東北祭り<笑>,笑っちゃいけないんですけどねいや本当にね本当にこうやってねそれもね人に対してどうやっていくかですよねうんっ言ってくれましたね決断と選択そして結果どん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 ね変えることによって人を変えることによってね、えー それが、ね、本当に大きな力になるし、まあ、変えたいと思って動画を見てるわけじゃないですか、皆さん、YouTube。特にこのエンタメじゃない動画を見るってことは、すげえ多分、すごい、ね、苦痛だと思うんですよ。多分自分がこの動画を見ようとすると結構苦痛だと思うんですよね。自分が何かを変わりたい、変わりたいのに変わってない現状をなんとか駄菓したい、だからこそなんかこうきっかけを探してると思うんで、そんな、ね、きっかけをやっぱ、なんとかね、こう掴むためにもね、だからこそそうやって、 もっとお金が欲しいとか、もっとこの現実を変えてやろうとかね、こんななんじゃ俺はダメだとかね、もっといろいろあると思うんで、そういうところってやっぱり、そう思うからこそ YouTube を見るって選択をしてると思うんですよね。えー、多分満たされたられ YouTube 見ないと思うんですよ、普通に。まあ、自分は YouTube なんて見てなかったんですよ、もそもね。特に仕事の仕事をね、一生懸命やってれば見る時間とかないですからね。でも YouTube を見るってことは、それもエンタメじゃないね。エンタメじゃなくて気晴らしに見る。 動画じゃないっていうんであれば、なんかやっぱ心に寄するものがあるっていうんであればね、そこに対してどういう風にアプローチしていくかと思いますして、そのアプローチをね、何か人にやっぱ動かしていかなきゃいけない。おお、祭り、祭り、<laughs> 祭り戻ってますけどね。そうやってね、本当に自分の人生を本当に本気で考えてると、やっぱり行動しせざるを得ないですよね。本気で考えてこのままダメこのままじゃ本当にやばいぞと。明日もね、今日はちょうど土日撮ってるんでね。 やっぱ土日になってね、本当に思うと思うんですよ。平日は一生懸命仕事やってるから、今、時間が過ぎ去ると思うんですね、どう,う仕事の、まあ、上司の命令を受けたり、あとは部下のね、ちょっと、いや、なんやかんや聞いたりして、なんかそん,そんな感じで時間が過ぎていくんですけど、やっぱ土日になるとね、いや、これじゃまずいだろうとと週間過ぎちゃったなとで今日もまだ、ね、こまままじゃまず,いまず,いまずい、まずい、まずい、土日があっという間過ぎちゃってね、疲れた体、全然疲れなんて取れないと思うんですよね、本当に。 土曜日曜、うううそのまま、あ動き出した、祭り、すごい、すごい、動き出しましたね、これ <laughs> <laughs>、ね。また、あ、ね、わっしょいわっしょいって言ってね、うそういうのはやっぱすごい、若さ、若い時ってこうやってね、ほとばしる、この、なんだ、熱情っていうか、そういうのがあってこう、一気にこう、わーって動いていたと思うんですけど、やっぱ社会人、30代、40代、どん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 年齢高くなってくると、やっぱ動きにくくなると,思うと、まあ、もうこれでいいんじゃないみたいな、もう体も動かないっていうところもありますしすごいな、これ、やっぱり。<laughs> <laughs> 祭りの動画これすごいですねほんとにねはいまあそのこれだんじり祭りなんですけどねだんじり祭りを映したライブなんか動画撮ってきたんですけどほんとにこうやってね自分感情がねやっぱ動く。 っていいうのはすごいことなんで動かせる人っていうのはやっぱそれなりにねやっぱいろんな修羅場を,をくぐってきたと思いますしねそしてそのねそれをやっぱ伝えることによって本当に、にやっぱこれはすごいなとこれやらなきゃいけないなみたいなねそういう気持ちをこう伝えられる人っていうのはやっぱすごいのかなと思いましてと飛んでるわ飛んでる走ってる上に飛んでますね飛んでるように見えてるんですけど。 ああ本当ね、今からね、YouTube、ビジネスで本当ね、YouTube 使っていかなきゃ本当にまずいですよね、これっていうのは、YouTube ね。うん、やっぱ飛んでますよ、これ。すげえ。<laughs> この人すごいな、本当に。まあね、本当に。ということで、本当に YouTube ね、今、頑張ろうと思って、今、体験プログラムね、入ってくれる方は。 がね、声かけていただいたんですけどやっぱすごいですねやっぱそう,もう本気で人生考えて人生変えることしか考えてないしむしろもう変えることだけにフォーカスしていますよね今の自分の現状をもうどんどん凌駕していくもう今のこのままじゃダメだっていうのもすでにダメだっていうか今のままをどん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 さらにその先へもう先へ,先へ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 ってずっと考えてるからああじゃあこれはねもう入らなければいけないなってスパーンってもう入っていただけて、まあ、話が早いですよねやっぱそういう人は。 うん、でもやっぱね、なかなかそういう人ばっかりじゃないんで、じゃあね、えどういう、なぜえお金を稼がなきゃいけないか、なぜね、YouTube をしなければならないのか、なぜね、えー、この、自分の現状がね、このまままずいのかっていうね、いうところをね、やっぱしっかり意識してやっていかなきゃいけない、特にね、政治にやっぱ興味はないとかね、まあ、自分はあんまり興味なかったんですけど、税金の話は今日久保さんがね、えーあの、ライブでやっていただいたんですけど、もう完全に吸い取られてますよね。 吸い取られて、搾取されてる状態に対して、大丈夫なのかと。本当にね、百何日、一年間どんだけ働くんですかね、分かんないですけど、二百日か二百何日か分かんないですけど、そのうちの百何十日はもう税金に搾取されてるわけですよね。だからその分、やっぱ自分でどん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 稼がないと、これ本当に働いてるけど、その分自分の収入になってないっていうことですよね、ほとんどん。<laughs> すげえ、これ <laughs>。マジすげえな、この人。まあそう、そうやって思うんですけど、本当に。 そしてね、最初はやっぱ初めはできないと思うんですよ。自分だってできなかったしね、やり方なんて分かんなかったですけど、お,、ね、お金かければよかったんですけど、お金かけるっていうことも知らなかったんで、そもそもね、誰かの,その塾に入るっていうことすらも考えたことなかったんで、とにう自分でやるっていうことしか考えてなかったんで、でね、えー、でもやっぱ今っていろんなことを教えてくれる人いっぱいいるわけじゃないですか。だからその人に、ね、声をかけるのは何なりしていって、自分も、 そうやってね声かけてどん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 やっぱり進化していかなきゃいけないなと思うし進化していくことで、ね、やっぱ今の熟成さんたちに何かこう新しい価値を届けなきゃいけないなと思うしね現状維持ではやっぱまずいなっていうのをすごく感じているので、まあ、そういう意味を含めましてねこの今回気になる男シールドも全線 前回からちょっと形を変えてね、もっとなんかうまく伝えられないかなと、もっと、ね、短時間でこう一気にこう情報ね、ドバーッと与えられないかなっていうところを今ちょっと考えていて、こういうスタイルにちょっと変えたんですけど、まあねも、もちろんスライドでもよかったんですけど、も 伝えないないいっていうのは最近感じ,て感じたんですね。まあ、今まではそのスライドでしっかり届けるっていうところを意識してたんですけど、うん、なんか伝えきれてないような気がしててやっぱり伝えきれてないっていうか自分が多分いろんなことを伝えたいのになんか伝えれてないっていうところがあったのでもうこれじゃもういかんなっていうところでちょっと今変えてるんでいろいろね変えていっていい部分悪い部分あるような気はするんですけどその中でもねやっぱりお金を稼ぐっていうことにはよりねこう。うん 集中していきたいなと思いますんでね。まあ、そうやってお金を稼ぎたいっていう方はね、ぜひね、まあ、YouTube 自分自分開いてますんでね、声かけていただいてもいいですしね。まあ、体験プログラムっていうのはも、あんまりやる気はないんですね、正直。<laughs> なので、本当に、まあ、ぜひね、声かけて,いただけていただきたいなと思いますしね。まあ、これをせっかく見ていただいてるならね、うん本当にやってほしいなと思いますし。まあ、今日 朝のライブかな自分のライブの方でもあの自分のお店をやってる方焼肉屋や,やってる方がいろいろ話してくれたんですけどやっぱねすごい大変だったとでもすごい大変だけどやっぱねそれを、ね、自分で選択してやって。 たわけじゃないですかだからそれって自分の人生生きてますよね。でも自分の人生生きてないっていうのはどういうことかって言って、やっぱり会社にね、もう削除されてるとか、会社のな言われるままで生きてるだけ、うん、土日もね、あ疲れたなってって、ぼーっとしてる、ぼーっとしてるわけじゃないですけどね。そしてまたね、平日、月、火、水、木金ただ耐えるだけの人生、それじゃちょっともったいないじゃないかってね、こう、わっしゅわっしゅこれ見てると思うんですけどね、こうやってね、ほとましるね、熱情っていうのはもうな,ないかもしれないですけどね、うん。うん、今止まっちゃいましたけど、もう止まったまま話しますけどね。ただね、そうやってね、こう、 ただこう見てる側の人、これもあると思うんですけど、ただね、祭りを見てる側の人間なのか、それともね、祭りをね、ワッシょワッシュしょ言てね、みをね、担いでこうやって走っていく人間なのか、どちらの人間なのかっていうね、そういうところを考えていくと、やっぱり、できればこう祭りをね、自分で祭りのこの貨車っていうんですかね、これをね、こう動かしていく人間。 人生というね、覇者っていう言い方をすればいいんですかね、それを動かして人間、自分でね、人生を舵を取る、自分の人生の舵をね、こう動かす人間になっていくとね、これはまたね、大変ですけど、それはね、生きがいもあるし、従事しますよ、いろんなね、怪我もしますけどね、だからこそ、それがね、自分の糧となりね、修羅場となり、そして修羅場がねあって、それで自分の力となっていくんじゃないかなと思いますのでね、ぜひ、えーえー、こう、このままね、えー、こんなんで本当にいいんだろうかっていうね、方はね、 なんかこうね、自分のほとばし何かっていうのを見つけて、そして進んでいく。まあそれはね、YouTube の上で表現していけばいいわけですから、自分がね、えなんかこう表現してほしいなと思っております。はい、ということで、め、え、ん、ー、じゃなかった気になる男で、ね、164話ということで、えー、感情を動かしていくっていうね、とこをね、えー、ちょっとお話しさせていただきました。ちょっとね、祭りの動画があって、ちょっと祭りも止まっちゃったんですけど、ただね、この後ろ姿のね、この、 後ろ姿の男たちを見てね、どう思うかですね。どっちの側の人間かというところですね。ただ見てる側の人間なのか、それでもね、これは YouTube でも例えられると思うんですけど、YouTube をただ見てる人間なのか、それでもね、YouTube を作る側の人間なのか、祭りをね、祭りを盛り上げる人間なのかね、別にね、うん、この舎の上に乗らなくてもいいと思うんですよ。ただ後ろを突っ走っている人間だけでもね、こう、いいと思うんで、何かこう参加するっていうね、参加していく、どんどん参加していくっていうね、えー、勢いでやっていけば非常に 人生というのは充実したものになるんじゃないかと思っております。はい、ということでえ、昨日のところ164はこんな感じで終わっていこうかと思います。ありがとうございました。